ファミツアプ的クラロワ TV 教えて天光寺先生。イエーイ。というわけでですね、はい、今回これ天光寺コーナーじゃなくてゆっこちゃんがレジェンドにそうそうそうコーナーそう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 びっくりした天光寺俺かみたいな俺メインかっつって、ねはい、というわけで、はいはい、天光寺がね教えながらゆっこちゃんねレジェンドまで導くってコーナーなんですが、はい、まずですね現状の進捗状況を確認してみましょう。はい、はい、新情報進捗です。進捗情報はないですね。そうね。進捗です。はい。こんな感じになってます。なんと、あれサイタトロフィーがこれ前回と一緒かな？あ、サイタトロフィーは一応更新してるんですけど、なんかギリギリな感じだもんね。これそう、うん。そうなんですよ。2297。あと3ですね。あと3、そう。現状は2165。うん、はい、はい、こんな感じに、はい。ちなみになんか新しいカードとかは？手に入ったり最近は、はい、そこら辺アリーナ8キリム金で戦ってるので、はいはいはい、アイススピリットだとか氷のねアイスゴーレムとかもかな、うん、だとかこのダークプリンスだとかあとこれですねラッパージャックがいらっしゃる手に入ったり3体目はい、しいな天光寺さん手に入るまですごい長かったんだけどなんでだろう びっくりするぐらい入るんですよ、ね、今は、はい、こんな感じで現状はどんな出来で戦ってるんですかね。あ、今はあの天光寺先生の、はい、前回作ってくれたこのデッキです、うん、どうですかこれこれがなんかどうしても、うんうん、このディガーを出して、うん、ヤリゴブリンを置いて、うんうん、1回は攻めると、まあ、結構って入るんですよ相手にダメージが、うんうん、だけどそれが読まれちゃって、うん、それからの対策ができなくてそのまま塔を落とせずに引き分けに終わるとか、ね、なんかそういうことが多くてこれはちょっとディガーにうるさい天候自体え俺うるさいっすかマジっすかディガーって今右に出るものいないじゃあこのデッキ一回じゃ戦ってみて、うん、またいつも通り天候自強化にねチェックしてもらえますかね。はい、はい、じゃあちょっと、はい、対戦してみます。はい、まあでもこれだとねこれあれ出すしかないけど私インフェルノマジでえ違うんですか。ああ、うん、なんかとりあえずあーそっか待ってもよかったのかな。ウィザード来ましたね。これは右からなんか攻めてきそうだな。そうですね。ロイジャイとか来そうだな。いいでしょう。あ、これか。おお、すごいな。でも結構攻め気満々だね。ですね。逆にこれでもチャンスじゃない。結構使ってるよ向こう。確かに。はい。やばいじゃねえか。攻め気だな、すごい攻め気だな。全然切るだろこれ。よしよし。結構すごいね。ああ。そうですね。ガンガン来ますね。なるほどね。インフェ結構バンバン置く感じだね。そう、結構インフェで受けるのが多いかな。ここはちょっと天候チェックが入るかもしれない。はい、この後どうですか。うん、ほう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 。うわっ！あ、ペッカが来た。なるほど。なるほど、なるほど。これ、ここ天候チェックかな。ここで。これね、あ、なんで言っちゃうんだろうかな。ちょっとこれはあれした方がいいな。あれしてあれした方がいいな。マジ？違うんだ。それでいい。だから笑っちゃう。後ろで笑っちゃう。これでもね、向こうに結果がいるって分かってるのか、分かってるかね、現状はですね。そうですね。悪くない、インフェアリングも悪くない気もしますが、結構クラッターフェルしてる。いや、そこまでですね。あ、これいいんじゃないか。あ、これいいですね。ちょっとあれ、時間かけるからね。ぐるっと一回りですかね。なるほど。この後ですね、結構だと。あ、いいね。必ずこれやるね。確かにそうっすね。はい、しょ。
ックじゃねえかこれ。テゴリラ君。確かに。そうっすね。でね、これであれすると、ああ、どうどうどう。なるほどなるほどなるほど。俺ここも健康チェックする。なるほどなるほど。これあれだな。なんだろう。自分のちょっと火力不足を感じてね、これ健康室の調整ミスじゃねえかな。なるほどね、なるほどね、あの火力不足を感じる。そう、それもね、それもね、それも全然ある、あるこれ、はい、ね、あー、ね、あーあー、なるほど、いや、いいと思いますよ、今今悪くないと思いますよ、結構どこでしょう、ここです、あこんな感じの試合が多くて、なんかちょいちょい減らせはいるんですけど、これは多分ねディガーの出し方に天候さんがはい、よろしくお願いします。はい、さあチェロちゃんと拭いてからね。ちゃんと拭いて、天候じゃからついちゃうからね。そうっすよね。じゃあリプレイの方見てみましょうかね。はい、まず初手ですよね、やはりね、うん、あ、初手もこれここね、あの手札が悪かったんですけど、うん、はい、まあね、俺だったらガーゴだな、うん、同じくですね、うん、ガーゴか、足遅いから、はい、後ろから出しとけば、あ、ゆっくりほか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 てくれんだよ、いきなりインフェだと、あいつ何持ってるかわかんねえから、そうそうそう、逆にこっちがインフェ持っちゃってるっていう、そのあ、バレちゃう、バレちゃう、むしろね、これこのタイミングで向こうね、まだペッカとか出してこなかったからいいけど、はい、っていう話だよね。確かにそうですね。バレてると、ね、対応されやすいんで、そうそう、はい、逆にこの後、うん、かなり長い間ペッカが出てこないんですよ、ね、多分それはあのインフェ警戒されちゃってるっていうのがあって、ただにこれ見た手札にいないだけっぽいけどな俺。あ、それもありますけど、この後あれでしょ、ガゴで確かレイジで攻めてきたよね、いきなりね。あ、そうです、そうでしたね、早いんだよここ、はい、決めに来たもんね、いきなり、はい、逆にこの数で攻められるとインフェルノタワーって防衛力そこまで実は強くなくて、はい、今みたいに矢の雨で潰せたからよかったけど、矢の雨がなかった場合を考えると結構怖い攻め方なんですよ、実はこれ。今ここまでは別にね、そんなにでもそんなになく守りたくない、はい、これちょっと待って、ここリガーのタイミングかな、やっぱり、はい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 、うん、ちょっと遅い、あ、リガーダメージがあ遅い、うん、メガガーゴイルを守ってもよかったかなぐらいな感じ、あの守備用にメガガーゴイル飛んでたじゃないですか、はい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 、でメガガーゴイルを多分橋の手前ぐらいの時にディガー出しておくと、はい、うん、アリナタワーの攻撃がディガーに行くんで、メガガーゴイルが生きたままちょこちょこ飛んでいくんで、うん、このタイミングだったら一回あのアーチャーを処理してから出した方がよかったかもしれない、ああ、そういうのもアーチャーあるかもしれないですね、遅いの、出せばいいってもんでもない、そうそういうことだね。でもね、後半で天候寺さんの厳しいチェックが入るので、はい、これだな、これだなって俺チェックじゃねえんだよ。ここいいっすよ、バサラさんチェックどうぞ。ここはね、はい、多分ね、バルキリーで受けられると思うんで、普通に、あ、バルキリーで、インフェルノタワーをね、はい、多分ね、ポイポイ大きすぎで、はい、インフェルノタワーってコスト5じゃん、あ、くっつかり、今回何持ってるか分かんなかったとはいえ、うん、出して壊れた後に、はい、ペッカとかラバハンド来ると、うん、はい、止めらんないと思うんですよ、タイミングで。今回はたまたまいい感じで回って、はい、そういう場面がなかったんだけど、はい、バルキリーにインフェルノタワーはね、ちょっともったいない、コストが高すぎる、もったいないっていうかね、バルキリー多分受けられるタワーと一緒に、そうですね、うん、じゃあ、インフェルノタワー基本的にでかいユニットが来たら打った方がいい、うん、大砲とかテスラだったらまだ置いてもいいんだけど、はい、インフェはね、デカ物用対デカ物用なのよ、完全に、そう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 、でこの後にだって多分今向こうが目立つと、これペッカ準備してるよ絶対。あ、本当だ、インフェルノタワー壊れるじゃんここで、はい、きついんで正直、ここそういうことか、そうそうそう、で、ここ、ここ、ここ、はい、あ、ポジチェックだよ、ここ。まあ、まあ、逆サイにね、なんで出したのかなっていうのはそう確かに右にダメ入ってるからさ、まあ、ペッカ出て逆サイからカウンターっていうのも分からなくはないけどだよね、うんうん、そうですね、ちょっとあれかなと、うん、なんかもったいないかなって、うん、そう、まあでも、なんでちなみに、そうそう、そこだね、その意見を聞きたい、あの手札が、あのまず出すのがないっていうのと、うんね、うん、あとなんだろう、うん、とりあえず私の考え的に手札が困って相手も何も出てない場合は、うん、
あの出そうって、うんうん、でも右だよね。あ、そっか、右ずれたのかな。じゃちょいダメ入ってくからさ、タワーに、はい、左あえて狙うんだったら、はい、ホームライナーとかでカウンターするとかだったらまだ分かると思うんだけど、この状況であれば右でいいと思う。あ、分かりました。もうもし逆に出すんであれば、はい、後ろにペッカが、はい、はい、すみません、はい、後ろにペッカが出てるんで、はい、あの橋の近くで出したりすると奇襲用としてはいけるかもしれないかなっていう。ここが防衛性だと言えないってことね。はい、これここでやったらインテナがきっついて、はい、ここも問題出てくるかも。あ、ここそうですね、多分、はい、この動画撮る前に僕ボロッと教えてあげたんですけど、はい、その、あえてディガーをバルキリーで守らせて、はい、ディガーに戦わせるのもいいんじゃないのっていうことをポロッと言ったんで、多分それを実行したのかなと思ったんですけど、はいはい、うん、まあもちろん右をね守るのも必死だし、うん、逆になんだろう、その、まあ、バルキリー失敗しちゃったなと思ったら、なんか攻めなくて待っててもよかったから、そうすれば守備に全部コスト使えるんで、むしろペッカに叩かれるのが怖いんで、ギリギリ間に合ったんだけど、うん、結構危ねえからそうなんですよね。一発叩くだけで600とか持ってかれちゃうんで、ペッカで一撃入ったらもう負けに近いまであるから、はい、で、次はまあこの辺はとりあえず順当に進むんだったかな、はい、この辺もあの槍ゴブリンもうまく出してダメージ防げてる。ここはまたありっちゃありかな、ありっちゃありですね。で逆に言うとコストがあるんで、はい、もう一個出して追撃してもいいぐらいな感じのところありますね。ペッカがぐるっと一周して回ってくるんで、はい、で元の位置だったら足が遅くて切り前にやる。あ、まあ確かにそうですね、ちょっと痛かった。うん、この辺ですよね。もうなんかレイジめっちゃ使ってきますよね、あえてね。でも一気に決まれば終わる。そうですね、でもあのペッカをちゃんと守れてるんで、実質ダメージ200ぐらい。でサドンデスに入って、この辺でね、はい、うん、多分ね、ディガーバンバン出しすぎる気持ちが、確かにそうですね。あ、もうなんか減らすつかなきゃって思っちゃって、逆に、はい、こういう時はペッカ右に出たなと思ったら左でもいいと思う、はい、うん、ずっと右攻めてたけど、はい、逆になんか右食ったろうなと思われてペッカ出されてる感もあると思うんですよね。そのペッカを守備に使っちゃおうっていう敵の考え方があると思うから、あ、だからこういう時は逆サイドに出して、あ、そっち来ちゃったみたいな、逆に驚かさせて、そうすると相手が少ない中で攻めるっていう、か全部守りきってから一気にカウンターすれば向こう受けられないから、そうですね、そうですね、まあ似たようなパターンで衝撃が多いんで、うん、もう落としに行くよりはね、ギリギリまで守ってから一気にカウンターで一瞬で落とせたりするから、そっちのやつが良かった。あとここだ、ここですね、はい、ガーグウェル先出しちゃってるんですけど、はい、やっぱりディガー先の方がいいな、ガーゴイルを先に出すぐらいなら、あ、ディガー先でガーゴイルを置く、なんだろうな、その、うんうん、ヒットポイントが少ないユニット、低コスト系のユニットで複数ユニットがいる場合は、はい、アリーナタワーの攻撃でも 2,3 発で大体落ちちゃうんで、ディガーが出てくる前に全部やられちゃってダメージソースにならないんですよ。あ、うん、じゃあディガーにターゲットを移して、そう、まあ、実際ね、ディガー出してちょっとワンテンポ置いてから出れば大体大丈夫。そうですね、ディガーが動いてる間にとりあえず出すぐらいな感覚の方がいい。出てからだとちょっと手遅れ感もあるので、逆にディガーがね出てくるのが微妙に遅いんですよね、だから間に合わないっていうのがあって、っていうところでちょっとこれはダメージがもったいないかな。だからそう、まあそう、まあその辺ちょっと終わっちゃったんですけど、とりあえずディガー自体はそのヒットポイント多いんで、はい、盾として使えるんで意外とね、硬いですよね。ただ攻撃力自体はそこまで高くないんで、だからタワーに対する攻撃力は通常のカード、はい、ユニットに対するダメージがでだいぶ下がるんで、実は見てわかるんですけど、はい、情報で書いてあるんですけど、ゴーリンとかにはね、これね、クラウンタワーダメージっていうのがあるんですよ。はい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 、わかりますかね。わかります。これがクラウンタワーに与えられるダメージなんで、はい、普通のダメージ量よりの半分になっちゃうんです。半分以下ですね。へー、ちなみにこいつだけね。そうそう、呪文とかこいつは特別、普通のユニットは通常ダメージ入るんだけど、はい、多分ディガーって直接タワー狙って、それであの160ダメージも入ったら多分一瞬で決着ついちゃう。多分そういう調整になってるんです。こいつだけそうなってるんで、そういう扱いなんですよ。はい、という感じですかね。わ、はい、かりました。というわけで、はい、まあ、今回のまとめはこんな感じです。はい、はい、勉強になりましたでしょうか。すごく勉強になりました。、はい、ディガーのタイミングが遅いんですね、うん、
まあ、というか、乱発しない相手を見てからでいいか、今のこのデッキがそのままでいいのかどうかっていう、ちょっとやっぱ天候時に見本、天候時がいじるんだよ、天候時、天候時スーパーテクニックで引き上げていかなきゃいけないわけだから、いやで、なんか、お願いします。そうっすね、決定力的な感じがあるんで、ね、まあの、ま、魔法っすかね、変えるとしたらさっきあってよかったと思うんだけど、攻撃攻め、これ攻める際の火力が低すぎないと思って、ガボムレとかがいないと押し切れないよね。逆に群れに変えますか、確かにそれもいいかもしれないですね。なんだろう、でも見てた限りじゃ絶対火力足りないじゃんこれ。なんか一回ロイジャイを入れてみたんですよ、はい、自分で2番で、はい、2番で、はい、これでディガンも入ってたデッキを組んでたんですけど、はい、うん、コストがちょっと高すぎて、ロイジャイディガンロイジャイディガンみたいな、ね、もうむしろ斬新な、はい、それで勝ち続けたら逆にね、ゆっこちゃんデッキって言われちゃってもおかしくないぐらいだねちょっとダメだったんで、うん、むしろロイジャイで転校して組んでるからね。マジさあんまロイジャイのイメージねえんだよな。いやいや、ないところか、本当使ってないですよ。だからやっぱディガンで見本見せるからね、ちょっと一回じゃやってみようじゃん、さっきのデッキで天候時だったらどう勝てるのかって、うん、これでですか、うん、はい、じゃあこれですかって、お前が作ったんだから、はい、どんだけ自信ないんだよ、はい、じゃあ行きます、はい、ポチッとな。だってさ、自分で勝てないデッキ押すって言われるよね勝てんのかなとか言われても、ポチッとな、言えるじゃないか、ちゃんと。なるほど、まさかそのフォローがちょっと遅れてくると思いませんでしたここは俺だったらバール聞いたな。いや、まず様子見っすね。これバールです、バール。おっ、あ、これで相手逆に出しちゃう。あ、逆に出す、うん、別に左側、あいつ無視してもいいと思う。これ何でした？あー、なるほどなるほど、アイスゴーレム、爆発するときにアイスウィザードみたいな効果が。でもこれ結構ね、今のこの攻めありで、そうすると、以外ターゲットがこれあるか、バールキーターゲットやのに、あれ守り攻撃してんだ、これ俺の敵はもう、そうっす、ね、あ、逆に向こうも逃がすわけ、ちょっとちょっとこっちはおられないから、そうですね。で、2ガーだけのダメージだけ見ると、はい、ずっと叩かれてるけど全然っていう方が、ね、本当だ、相手の人が多分全員と出してるからコースト結構きついはずなんで、多分また最初と同じように2個超えて一気に行っちゃったな、これないや、行っちゃおう、行っちゃおうっていう、多分コーストないと思うんだよ、これ多分もう守れない、うん、で、逆にそうだ、一つこの時に説明したいんですけど、はい、1本タワーを落とすと、はい、中央のキングタワーが攻撃し始めるんで、リガー実は、おー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 つけるときつくね。ちょっと袖がい、袖がい、袖がいです。袖がいです。これきつい。あ、でもあれだ、なんだ、クロスボウ届いてこないわ。あ、本当だ。何もじゃなかった。ラッキー。危ない。クロスボウちょっと短くなったんだよね。危なかった。あ、短くなったんだ。一番最初に。わかんないよこれ。危ねえ。なんだよ。いや、多分ね、今のね、ぶっちゃけ一歩折られてる、確実に。あのクロスボウのヒットポイントの方が考えると。一番前じゃなきゃ。タワーに入ってこない。いや、もう一歩、うん、右隣で多分タワーに届くんですよ。なんか円形になってるから直接距離できない、届かないんだと思いましたよ、レイジ。レイジだ、そうですね、なんかレイジ少し多いですかね。で、これでカウンターでこのガーボイルを使っちゃうと、うん、はい、ゴーゴーってやつけどね、はい、でもただ、ね、止めてきた、止めてきたけど、まあ、あいつはね、多分そんな距離じゃねえんで、そうですね、うん、あ、ちょっと今のでできればバルキリーにタゲ取らせるとヤリゴブリンが生きるんで、今かなりタワーを殴ってるから、うん、でもタワー落ちちゃうな、ちょっとそっちは落としたので落ち返したはずでしょ、ですね、その考え方でいきます。そうやって涙があるの生きないんですけど、あー、あと555、うん、いけそうだな。ここで強力な呪文があればね、もう少し楽なんですけどね。あけ、そう。あ、来た。なんか結構いくね。そうっすね。でも逆サイン持ってかれちゃったんで、ちょっと残念な感じなんですよね。バルキリーここで結構ざいだよ。バルキリーなんか地味にヒットポイント多いんで、うん、意外とトーニー、これは多分押し切れるな。あのクロスボウでコストがねえから。そうですね。これで勝ちですね。はい、という感じかな。はい、はい、やっぱ火力足りなくねえこのデッキ。地味にやっぱそんな感じはしますね。どうしようかな。
火力、やっぱガーボイルがガーボイルの群れかな。ちょっと天骨さんのねシンキングタイムですね。ありますね。はいはいはい、はい、というわけでこんな形でデッキをね組み替えてみました、はい、変更点は、はい、ガーボイルをガーボイルの群れに、うん、矢の飴をファイヤーボールに変えてみましたね、はいはい、その心は。そうですね、やはり火力ですね、うん、あのファイヤーボールだったら、うん、タワーある程度まで削ったら、うん、あとは魔法でご利用しってこともできますし、はい、でガーゴイルの群れだとしっかりディガーとの連携が入ればそれこそそ の, ままだその一発コス8で一撃みたいな。ガーゴイルの群れレベル上げちゃおうかな、気になってしょうがないんだそれ。あ、そうなんですアップグレード落ちたな、来ましたよ、アップグレードよっしゃはい、はい、って感じですかね、はい、今回はわかりました。はい、じゃあちょっとこのデッキで、この時やらなくてもいいけど考えたのにそう、じゃあ次はね、はい、アリナ8、はい、フローズンピーク目指して頑張ってみましょう、はい、じゃあいつものあれお願いします。はい、ファミツアップ YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。スマートフォンでご覧の方、画面下の登録ボタンまたは説明欄の、登録 URL からチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。 PC からご覧の方は画面右下の登録ボタンからチャンネル登録をよろしくお願いします。またファミツアップニコ生チャンネルをやってます。お気に入り登録また会員登録をよろしくお願いします。会員になりますと会員様限定の楽しい生放送もやってるので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、というわけでまたお会いしましょう。では